はいどうもビップです、やってきましたビップです、よろしくお願いします、ビップです。はい、ということで本日なんですけども、またね内容盛りだくさんとなっております。まずね、坂本選手の称号チャレンジです。同値称号チャレンジですね。もうね、僕の動画見てる方はわかると思うんですけども、坂本選手の同値チャレンジことごとく失敗してきてるんで、今回でねぜひ同値にしたい。で、次はカブレラ選手です。カブレラ選手のパワー S チャレンジですね、称号チャレンジ。まあ、カブレラ選手ね、僕 A ランク2枚あるんですが、ちょっと1枚ねもうレベルマックスになったので、先にねちょっと称号チャレンジしたいと思います。もうね待てない、パワー S にしたい早く。で、その後に戦力強化ガチャかな、こちらですね。このガチャ結構優秀で、まあ369でね S ランク確定で 30% 新選手ね。で、まあね、選手もねちょっと後で紹介したいと思います。何名かねピックアップしたいと思います。じゃあね、まず称号チャレンジやっていきましょう。はい、坂本選手です。坂本選手は何回も言ってます、星1の定法です。星1の定法さえつけば、84-84の同値かな。もう純正の大会もね、近づいてるんで、まあ、純正の大会というか、次ね、リアタイの大会あるじゃないですか。まあ、こちらね、坂本選手はぜひ、同値にして活躍してほしいんですが、僕ね、多分、チームカップで出るんですよね。まあ、この辺の話もまたしたいんですけど、動画分けようかな、どうしようかな。もしかしたら最後に言ってるかもしれない。このね、リアタイの大会やらない人は本当に損してますよっていうね、負けてもいいからやりなさいよっていう話をしたいんですけど、まあ、もしかしたらするかもしれない。それはちょっと考えます。はい、ということで、星1の定法狙って、極意書なしでいこう。うん、なしでいこう。いきます。さあ、お願いします。かんね、かんね。きた！あっ！なんでそこコンタクトに引く？なんでコンタクトに打つんよ。いやけど、ミートエグ上がるな。まあ、いっか、勝利の使者にします。いや、ほんま失敗するわ。難しいよね、ワンポイント狙いは。はい、で、次、カブレラ選手ですね。皆さんどうでした？ランキング走った方、累計引いた方、カブレラ引けました？結構カブレラ選手狙ってる方ね、コメント欄でもすごく多かったです。あと、ま、アブかな。まあ、僕個人的にはハウル選手も欲しかったんですけどね。まあ、ちょっとまだガチャ引くかわかんないです。はい。サードの左が欲しいんですよ。まあ、そんなことはさておき、カブレラ選手のパワー S チャレンジに必要な称号は、まあ、めちゃくちゃ多いっす。星4で言えばバズーカ、スラッガーかな、脅威のスラッガーかな。で、星3で言えば稲妻と飛ばし屋ですね。で、星2はパワー自慢するやつかな。と、ミスフルね。これ微妙なんですよ。ミート下がるんでね。で、あと星1は定法ですね。定法もミート下がるんでね。あ、坂本選手83-83の同値か。今気づいたわ。はい、ってことで、星4狙っていくんで、もう3つつけましょう。これはカブレラ選手にもう大盤振る舞いです。まあ、間違いなくシュピーンってなるでしょうね。間違いなくシュピーンってなる。よしよしよし。さあ来い。何なんてなん、なんであんだ製造すんのそこで。あ、けど上がったパワー。いやー S 乗っけたかったな。まあ、まだあと1枚あるからな。また1枚ね、レベルマックスになったら称号チャレンジしますんで、楽しみにしといてください。絶対パワー S に乗せる。うん。はい、ガチャ行きましょう。ということでですね、まあ30連引いていきますわ。で、僕 30% でしょ。 50% 引かれへんけど、僕 30% 引けるんでね。OB のガチャの時も 50% は引けなかったけど、これ 30% は引けるんよね。まあ、なんといっても目玉はサプライズですよね。セロですよね。うん。マジシャンセロ、サプライズの小林選手です。はい。世界の小林と言われてますが、まあ、ようわからないですけどね。まあ、このね、いろいろ解明してますね。なんか 10% でした、サプライズ発生率が。で、リアタイヤと2回以降かな、発生するんですよね。なので、僕はね、使います、リアタイで。7番ぐらいに置きます、多分。小林選手、僕 A ランクめちゃくちゃ持ってるんで、もうすぐ極みにできますし。で、まあ、このサプライズ発生させてみたっていう動画も撮ってみたいですしね。見てみたいでしょ。で、なんでリアタイに置くかっていうと、もう普通にね、7番に置いとって、サプライズ発生しなかったら代打送ればいいんですよ。ほんで、控えにキャッチャー置いとけばいいんです。サプライズとチャンスが発生した時は、パワーヒッターで、パワー A でしょ。まあ、なかなかでかいですよね。ほんで、守備もかなり安定してるんで、古田さんなんですよね、今僕リアタイが。あ、けどもう、補欠にしたかな、忘れた。やれなさすぎて。まあ、あとはな、まあ、あとは、本田つ、あ、間違えました。ごめんなさい。相澤翼さんかな。まあ、唯一の高打。まあ、森選手もパワーヒッターか。うん。森、相澤、小林かな、目玉は。まあ、甲斐選手も、結構、甲斐選手強なったな。へえ、強肩。へえ、肩、ショーアップしたらどうなんねん、ほんま。まあ、けど僕が今欲しい選手は、まあ、どっちかって言ったら小林選手、まあ、メインはね。で、次、森選手かな。森選手もな、今、超3なんですよ。微妙なんですよね。別にレギュラーにはならないかなっていう感じ。守備もちょっと痛いですよね。これリアタイやったらすぐ盗塁されるんでね。うん。はい、ってことで、まあ、やっていきましょうか。こんな長々説明してもね、うるせえわっていう人がいっぱいいると思うんでね。はい。じゃあまず10連引いていきましょう。ここで出たら僕やめますよ。もうアニバーサリーのためにエナジー温存しますね。自チーム巨人にしとったよね。してましたよね。うん。じゃあいきます。まあ出ないでしょう。うん。出ないでしょうね。そうやろな。うん。と言いながら心の中では出てほしい。割れて、うん、おっ、おでっか。いやけど極みはもう、まあシリーズ2の選手、あ、シリーズ2の選手やっぱ結構多いな、 B ランクでも。
さあ10連目、もう澤田選手ミキサーにしたな。はい、まあサクサクいってますが20連目ですね。小林選手絶対引く。まあとりあえず演出来てほしいな。とりあえず確定演出来てな。もう紙吹雪つ、あの紙吹雪チラン仕様になったこれな。どうなの、でも画面も割れない仕様になってるのかな。うわぁ、引かん方がいいかも。スキップスキップ。はいはい、ということでラストですね。ここですね、ここ確定してますんで。絶対引く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 。小林選手ね、ほらもうこういう確定の時だけこうやって散らすでしょ。散らしたがりやわほんま。あー最後まで引っ張るね。カットインも出ない仕様になってるんですよねこれ多分。うん、あーびっくりした。今回一発目からこうドゥーンがあるからね。いやー渋。さあ運命の10連目です。いきます。小林選手なんてつら。もうあのリアタイの企画なくなりました。ここではい1個なくなりました。もう60連は引かん、マジで。もうもったいない。ちょっと勝負の地味気やっていい。勝負の地味気やっていい。ちょっとしかも圧縮しちゃおう岡本選手。あと1人どうしようかな。マズマン選手でいいや。ちょっと勝負の地味気やるわ。ここで小林選手当てる。よし行く、行きます。いやここスキップしたいんですよほんまは。けどあよしよしよし、スキップしたいけどちょっと待って、そこのその覚悟がまだないんよ僕今。スキップできる心の余裕が今ない。お願いします。まあ被らんかったらいい最悪。 あけどまあまあまあ幻突できるしね。いやごめん無理、さすがに無理、ごめん。ちょっとやめときます。暴走ここまでにしときます。すいません。でもうね質問がかなりあったんですけど、これどっちで出ますか、あとテクニカル杯は誰でも出れるんですかっていう質問かなりいただいたんですが、全員出れますからね。でちなみに大会やらないっていうのは僕の選択肢ではないと思います。おそらくだってこのイベント中暇でしょ、この大会中。じゃあやりましょうよ。負けてもいいんですよこれ。負けても累計ポイント自然と入ってきますんで、しかも運良かったら勝てますからね。非表示なんで、非表示なんで1点取れれば勝てる可能性めっちゃできるんで。 30% 契約書と S ランク特訓コーチもらえますから、ただで。無課金歌ってる人ほど絶対やった方がいいですよこれ、ほんまに。でかい質問 30% 契約書俺も欲しいもんすぐで。まあ運よくランキング入ったら契約書もらえますよと。まあそこは狙わなくてもいいかな。で僕はですね、おそらくチーム魂杯で出てます。なので今ね巨人純正かなり鍛えてます。試練やってまあ暇な時は試練やって特殊能力上げたりしてね、巨人純正今鍛えてますんで、まあテクニカル杯でもいいんですけどね、ちょっと迷ってます。ただ純正の方がね映えるんすよ。インスタ映えって言うんすか、例えば生放送多分しますよ僕全国大会ね。その生放送やった時映えるんすよね、うん、インスタ映えするんすよ。テクニカル杯はねいつもと同じなんで映えないんすよね。なので多分おそらくチーム魂杯で出ます。はい、てな感じでね今回の企画は終わりなんですが、ちょっと坂本選手カベレラ選手2人とも称号うまくいかなかったな。ついてないわほんまに。まあ球場飯の説明はもう他の人見てください。はい、僕がやる必要ないと思うんで、皆さん累計は絶対やりましょうっていう感じですかね。はい、ってことでね今回の動画こんな感じで終わりたいと思います。高評価よろしくお願いします。はい、VIP でした。阿部選手の406号目を打ちたい。さあ打てるか、一発で終わらせたい。一発で終わらせても動画続けるけどね。いやーごめん、さっきの試合負けました。うわークソ、これでホームラン打たんとマジでやばい。もう一回やらなあかん試合これ。ああ、もうこれねちょっと体力的に限界なのでラストにさせてください。はい、よっ、あ来た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 、最高の場面で来た。よし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 。